俺は強いって。てめえ一体何者だ。俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。ゾロ兄貴。ルフィ聞こえるか。ああ不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだよな。兄貴もう喋られてくれ。兄貴俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。僕あるか海賊王。ない。それと俺はこの機会に一つ腹に決めたことがある。お前らを見てたら決心ついたよ。俺も海に出ることにした。勇敢な海の戦士になるために。そっか。みかん畑も私の夢も。海図の次は地図の書き方も覚えたの？すごいじゃない。ああ、私は私の航海術で世界中を旅して自分の目で見た世界地図を作るの。じゃあこれは夢の一歩だ。でも俺もいつか行こうと思ってるぜ、グランドラインへ。じゃあ今行こう。まだ時期じゃねえんだよ。お前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。ああ、その海にはよ、イーストブルー、ウエストブルー、ノースブルー、サウスブルー、この4つの海にいる全種類の魚が住んでるんだ。俺たちコックには夢のような楽園だ。それがグランドラインってとこだ。どうだ、知らねえか。ついに来たか、グランドライン。よっしゃ、偉大なる海に船を浮かべる進水式でもやろうか。よし。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。お願いします、俺に医者を。俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。国だって治せる医者になるんだ。だってこの兵に治せない病気はないんだから。クロコダイルに兵器を渡す気もなかった。ただ歴史を知りたいだけなの。私の夢に敵が多すぎる。私にはもう生きる目的がない。私を置いていきなさい。あなた、俺は昔もう二度と船は作らねえと決めたことがある。だがやはり目標とする人に追いつきたくて、気がつけ船の図面を引いていった。俺の夢はその宝珠でもう一度だけどんな海でも乗り越えていく夢の船を作り上げることなんだ。宝珠は手に入れた。図面ももうある。これからその船を作る。だから完成したらおめえら俺の作ったその船に乗ってってくれねえか。